けで始まりました無意味診療所です。はい、奈良に帰ってきました。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。おかえりなさい。ただいま。先週はね、結構いろいろバタバタしまして。そうなんですよ、なんか多分私の霊力がやっぱ弱いんで途中からね、全部いろんなものに邪魔されてしまって、翔太郎さんがね、ザクに入ってるからね、それもあって、ザクしか映らないっていう。まさかあそこまで延々ね、映ることになるとはねえ思ってなかったですけども、延々にね、こっち側のスタッフ内で評判良かったんで、先週のは気にしない。そうですね、ねえ、評判良かったですね。あの怪獣をもっと見せたかったですね。あ、星食いですか。星食い、一応その中澤さんっていう、中澤武さんっていうですね、私の先輩にあたる、事務所の先輩にあたる人なんですけど、一応つぶらやさんでウルトラゾーンとかの脚本になるのかな、書いてはったりする人なんでね、すごいなぁ、見た目はねえ、その方の見た目を知らないんで何ともですけど、僕待ち合わせ場所っていうかぶり物をかぶってます。普段から？普段から日常生活で、だから待ち合わせをその人としようとしたら、その人が普通に動く待ち合わせ場所になってるんで、もうどうしようもないですよね。どこどこでこのかぶり物の人を見つけてくれっていうのでいいという。なんか本人はそのつもりなんですけど、やっぱりね、中澤さん今日どこどこで待ち合わせして打ち合わせしましょうみたいなことになったら、もうその格好で来るんで、じゃあ何駅ぐらいとか、もう自宅からなんとか広場とかでもいいみたいな。そうそうそう、遠から見ても今動く待ち合わせの近くにおんねんみたいな。あ、周りの人がその人を待ち合わせ場所にするもしれないですね。そうなんです、そうなんです。だからね、ツイッターとかで動く待ち合わせ場所っていう言葉が入ってると、エゴサーチかけてくるんでね、注意してくださいね。ああ今週ちゃんと見えます、よかったです。ありがとうございます。星食いの口を見てて、なんかベムスターを思い出した僕が今ウルトラ怪獣で、多分ウルトラ好きなんで、そっち側から撮ってるんじゃないですかね。足が可愛かったですね、ペンギンみたいな。そう、可愛かった。これまでの録画、6回目以降見てからの初めてのニコ生です。おー、そうなんですか。ありがとうございます。今までユーストで見てくれたのかな、ちょっと新しく、だからアーカイブとか。うん、ニコ生はね、どんどんこうやってコメント拾っていきますので、はい、どんどん書いちゃってください。そうですね、書いてもらって、同時にユーストでも放送してますけれども、はい、コメントはニコ生の方も拾っていきますので、はい、というのもね、30分しか枠が取れてないので、はい、30分交代になります。そうです。その間はユーストリームしか放送されてないので、割とね、こんな綺麗なスタジオでね、こういうふうにやってると公式の番組じゃないかなって思われるんですけども、もう一般ですよ。毎月プレミアム会員もお金払ってますし、30分で枠は切れますし、はい、皆さんと何ら変わりあります。そうです。場所だけを提供していただけるというありがたい、奈良のスタジオからお送りしております。お送りしております。いつか公式になるといいですな。どうでしょうかね、そういうのってあんのかな。でも公式になったら危ないこと喋れないですよね。あ、そうかもしれない。放送コードってのが出てくるかもしれない。それはね、うちの社長にちょっと放送禁止の本とか書いてるんで、あれをちょっとわーって。先週ちょっと表紙がね、出てましたけど。そうなんですよ。放送のために用意しましたってのが放送禁止ってね。今回もちょっとね、放送のためにこういう、よいしょ、映るかな、映っ、あ、じゃあ、別カメラで、別カメで、はい、じゃじゃーん、ちょっといろいろ周り映ってますよ、気になさらず。どうですかね、恐怖、呪いの面、先週ね、見ていただいた方はひょっとしたら覚えてるかもしれませんけどもね、どうでしょう、呪いのお面の。そうですね、先週言ってたやつですね。
そのね本が出てはりましてですね、うんうん、腰のラインがセクシー、あ、私ね今回そうなんですよちょっとねあの進撃の巨人とかね、うん、そこら辺のちょっとファンの人ちょっと掴んでいこうかなこれでこれで掴もうって、ね、他のキャラクターのコスプレじゃなくて、あれでも評判いいですね進撃の巨人、ね、キャラクターが結構女子受けがいいようなキャラクターがいるんですよね、うん、確かね。あともうそんなに中身の物語わかんなくても、あのオープニングが好きって人が、ね、あ、そうですか。そうですね、こっちも結構夜中ね、割と根性の4時間にやってますからね。録画して誰か送ってくださいそのうち DVD も出るかもね、はい、進撃の丈太郎そう、進撃の丈太郎です。アニメ化してあそこまで受けるとは思いませんでした。そうね、うん、アニメ化でさらにだもんね。すっごい人気、もちろん漫画も人気あったけどね。あんなふうになるとなんかいろいろ言ってくれてますね。はい、いろいろ書いてますね。多分逃したの、あ、これぐらいになりました、メジャーになるのもいろいろ商売があるんですね。被害があるんですね、うんうん、あります、あります。この前東京に1週間ほど行ってたんですけど、1個その BS 関係のテレビ撮影があって、うん、あのこれはダメ、あれはダメっていうのがねやっぱりありまして、ありますよね。リストカットを連想させるものはダメっていうのがあって、なんで私読んだんみたいなもう連想させるものがその辺歩いてるようなもんですか。やっぱり切り傷とかになってしまうじゃないですか、ねえー、切り傷は OK なんですか、どのラインまでいけるんですかっていうのをいちいち確認しながら、30分で3人特集、30分じゃない、1人30分で合計1時間半で3人やりましたね、うん、もうなんかもぬけの殻でした、これ放送コード気にしながら、放送コードここにこういう傷は大丈夫だろうかみたいな、顔とかやったらカッティング的な傷を入れても大丈夫ですか、ああ、腕でも ここじゃなくてここやったら大丈夫ですかみたいななんで自傷行為に見えるとダメなんですかね。なんかね、うん、そんなん私がそんなアホなこと言いながらこれ切っちゃいましたよみたいなこと絶対ないのでリスカの後は見ててこっちが辛くなる。そうなんですよ、私なんかちょっとだけ真面目な話をすると、うん、やっぱりそういう思春期時代に私ねちょっとね引きこもっちゃってた部分があるんで、そういう仲間をね見るとちょっと何とかしてあげたいなと思うんで、ちょっと消えるタイプの傷を作ってですね、ちょっと、ね、心を和らいでくれたらなと傷取るには辛すぎる制限ですね。そうなんですよ、だからどこまで OK かっていうのを確認しながら、逆に派手すぎるのは OK やったりとか、あとはその放送によっても血が流れてるのがダメとか、うん、はあ、そう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 、そうなんだ、そうなんですよ。特訓メイクお疲れ様でしたありがとうございますまた来月の頭、あーでも金曜日解禁やわ、まだちょっとお知らせできないようですそうなんですよ、来週のね、うん、してるようなもんですけども、詳しくはまあそれ解禁になってからですか、ね、そうなんです、きっちり番組をお伝えしようと思うんですけど金曜日解禁なんですよ、うん、明日じゃないです、7月の第1週の金曜日解禁なんですよ、もうちょっとですねっていうことは前日放送じゃないですか、あ、そうだそうだ、どうしようみたいなね、もうほんのね4時間ぐらいなんですけど言われへん、じゃ見てもらった後、まあなんかツイッターとかフェイスブックとか、そうですね、ですかね、うん、そうなんですよ、うん、そろそろそろ全く触れずに来ましたけど、今日のそのコスプレ、あーこれねちょっとネクタイを忘れてしまったんですけど、はあ、あの桂正和っていうあのパンツのラインがとても綺麗な漫画を描かれる一番の特徴はパンツのラインが綺麗な漫画家さんですよ、漫画家さんですね、アイズですかっていう、そうです、アイズの、そうです、アイズのコスプレ、はい、高校生になったらこういう制服を着ると思って、うん、したら着れなかった大人になってから買っちゃったみたいな、こういう学校がなさそう、そうなんですよ
ちょっとね、襟もセーラーっぽくなってて、朝コスプレ可愛いです。ありがとうございます。それはそれはなんかあの水兵がそういう風に使うやつですね。てか猫耳みたいになってませんか。なってます、なってます。あ、え、実際その漫画でもそんな風にあったんですか。いや、ないです。ないですよね。今たまたまいわゆるあの水兵が本当に着てるあのセーラー服、制服じゃないやつが、あ、うんうんうん、あの指示を聞き逃さないようにそれで聞くやつの方ですよね。じゃあほんまに耳ができてたんでよかったな、ね、セーラー服の襟は本来そう使うものですからね。そうそうそうなんですよ。戦場でね、指示を漏らさない、聞き漏らさないためにね、なので耳が4つできるっていう、まあ、水兵の話はいいですけど、合図も、まあ、その制服に憧れてたの。主人公のヒロインの女の子が、なんかスカウトされてね、アイドルになっちゃうんですよ。あ、そんなお話なの。そうなんですよ。で、主人公の男の子と、まあ、恋愛関係になるんですけどっていう。あー、多分私ね、その前に書かれてたやつと混合してます。ウィングマンとかビデオガールとか、ここ、ね、あ、ビデオガール、あー、恋愛少女の盾ですね。あっちをなんか思い込めてました。ね、パンツのね、尻のラインが確かに、胸もいいんですけど、角野正和はあのパンチラとかが多分自動ポロに引っかかるかな、18歳。え、少年ジャンプに乗ってたもんですからね、本当に大丈夫だと思いますよ。まあ、まあ、もちろんその時少年だった私はそれを見てね、ね、見てますね、ドキドキしたもんですけど。今トラブルとかやばくないですか。スクエアの方に移動したんですけど、トラブルダークネスっていう、まあやばくはないでしょ。そんな法律はないんですから。てか普通にね、やばいと思って憲法に守られてるはずなので。ですよね。ええ、私ら憲法を信じてます。そう、国がちゃんと守ってくれることをね。猫耳つけると耳が4つだ。もう4つ。そうですね、猫耳とか、なんか猫耳カチューシャとかつけると耳が4つに、ね、4つになって、ビデオガール良かったですね。そうですね。天野愛ちゃんでしたっけ。あー、いやね。アズラ先生は確かにヒップから太もものラインが綺麗。そう、綺麗。そう、高校生になったらニーハイが履けると思ってて私。おお、でもそんなスカート短いのは校則違反ですよね。そうなんですよ。もう高校に入って、ええ、いくらこうやってスカートを折り曲げてやっても、あのなんかこの絶対領域のこれにはならなくて、お腹の方がパンパンに膨れてきて、あ、巻き取った分、巻き取った分スカートの膝ぐちゃぐちゃなるしみたいな。今日なんかチェックされるぞって日にはそれをさっと戻したりとか、そうそうそうしてましたね。あのうちの医学校の女子も。憲法には守られてるけど、電車の中で読むのは辛いかも。あー、そういうのありますね、うん、あれちょっと成人に入れてもいいかなって、トラブル特に、うん、ね、でも昔少年ジャンプで結構もう今出せないようなの多かったね。そうですね、多分ドラゴンボールとか最初の方の頃ってフルですもんね。ええー、悟空がね。ですし、ブルーはもう断ることに ね脱がされてましたけど。バスタードとかどうなるんでしょうね。あー、バスタードもそうだね。そうだわ、もう会話の中にそういうことが常に入ってますからね。ね。ほんまに、いや、怖いもん、世の中。私らそういうのを刷り込まれ知らん間に大人になっていってるんだ。そこまで OK だったものをね、急にそんな、そうです、そうです、ダメです、逆に。ダメですか、うん、さて、じゃあ、うん、先週のこととか話します。東京でのこととか。そうですね、でもね、ちょっとネタバレになるんで、あの、あ、そうなの。そう、あ、そうか、まだ他の今週末に、あの、うんこフェス大阪バージョンが、はい、22、23と難波紅鶴でございます、うんうん、はい、でそちらの方がですね、1日目があの東京と同じ一応スケジュールになってまして、大喜利の多分内容変わるんかな、うん、
みたいな。だから具体的に中身を言ってしまうと、その大阪のネタバレになるから、うん、そうですあんま言えないんだ。そうなんです。映画のね、運行映画がね、いっぱい揃ってて、その内容とかもみんな言っちゃいたいんですけど、言えないみたいな。ついさっきまでね、あのアニメが、あの漫画が危ないんじゃないかって言いながら、もううんこ4回ぐらいで言いましたね。呪いの面の話ですか。呪いの面の話しましょうか。これね、結構ね、まあ、大阪もね、よかったら皆さん来てくださいということで、あのぜひ、はい、来ていただいたですね、漫画家の先生の 生のサインももらえたりとか、あとはあの写真を撮ってもらって、でその写真を似顔絵で描いてくださるんですよ、うん、漫画の先生が。へー、多分でその日のうち描ききらないんで、そういうシステムに。お、あれあれ、なぜだ、はい、呪いの面や。呪いあー、呪いの面の仕業や。今カメラがね一回止まっ、まあでもよかった、直ってます。カメラがね、あのこれ放置してたら勝手に止まるみたいなんですけど、今までこんなことなかったんです、他の放送でも。そうそう、今までの失敗するときはもっと初めの方で、ね、社名がバーンって出ちゃったっていうとか、あと録画押し忘れたっていうのがあったんですけども、そうなんです、録画できてなかったんです。16分何にもなくて急にって、何の用だろう。でしかも私がこれを手に持ち出した瞬間怖いね。もう呪い呪い起きますね、呪い呪い。いやもうほんまに怖いねんけど。放送事故レベル。逃げた。あ、さっきの話かな。うん。うん。いやもういや怖い。いやこういうね、なんか相性いいんですよ。相性がいい。あの好かれるんですね。悪い方向でいいんで。そうそう。悪い方向ですごく相性がいいんで、困ったなぁ、今の事務所いて大丈夫かなぁって内心思ってますね。そうなんです、これの話しましょうって言った途端でしたね。そう、うわ怖っ。一瞬でもね、あの機材の方がおかしくなったかと思って、うんうんうん、機材担当がパタパタしましたけどね。ねえ、もう一回電源入れるっていう。そう。今ここで皆さん怪奇現象が起こりました。ミンタロ先生のためにも話をしないとっていう、こちら、うん、恐怖呪いの面というやつがですね、はい、今ちょっと私にいたずらをしたようでちょっと勝手にねカメラの電源が落ちるという、ね、事件が起こりまして、そうそう、スリープモードに入りましたね。ちなみにですね、これたけしのアンビリバボーとかでですね、すごく話題になった呪いの面なんですけど、先週もね、そんな話もちょっとしてましたけども、そうなんです、うん、それがね、まさかこんな形でね、うん、私にいたずらをしてくるとは。先週はね、なんかその聞き伝えでどんなものかなって想像してましたけど、写真載ってるじゃないですか。載ってますね、ここにね。溶けてるってどんなことかなと思ったら、本当にもう面なのかどうかもよくわからないぐらい、そうなんです、人のまあ、うっすらと鼻の膨らみが真ん中にあるかなぐらいの、そうなんだ、ものになってるんですよね。まさかね、こんな状態でこんな状態でね、なってしまうとは私も思っても見なくて。ほんまにボロボロになってますよね。そうなんだ、凛太郎先生のためにも話をしないとと思って、話をした途端ですよ。まだ一言も話してませんよ。 こっちの話をしましょう。そうなんですよ、ちょっとまあ手に持ってたんですけど、まあまあ、単純ななんか私操作ミスったのかな。そうですよね、はい、うんうん、でもこれも、まあ、先週のなんかトラブルに比べたら全然なんとかないと思いますよ。先週のトラブルはね、多分、うん、事務所にね、一応生首がいてるんです。事務所の回線がとかじゃなくて、事務所に生首がいるからっていう、生首がいてるんですね。なんかちょっと私と相性悪いんかな、変な状態でいいのかもしれないんですけど、ね、操作ミス、あと操作ミス。これもね、手元にあったんですよ、選手。ほう、で、これの告知と他のやつ、うん、例えばあの事務所の先輩の牛崎千佳さんの戦火階段の告知もして、いっぱい今日は資料あるわ見せようと思った瞬間ですよ、これ ね、本当にね、先週は放送もほぼ私の宅だったじゃないですか、あ
とあの角の生えたウサギ。そうですね、角ウサギちゃんとね、なんとかローブ、ジャッカローブ、ジャッカローブ、うん、あれでも番組始まる前のテストの時は、うん、本当に何の問題もなく、そう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 、ね、放送が始まって、でもあれも16分ぐらいじゃないですか。そんなもんでしたっけね。ちょっとできるようになるまで結構時間はかかったはかかったんですけど、そうなんです、繋がり出してからおいいじゃないかってなって、なんかあるんですかねこの時間帯この時間帯になんか起きるんですかね。ちょっとこれは怪談のネタにしたいと思います。はい、はい、ね、怖い怖い。もうそれには触れませんか。魔の16分魔の16分、魔の16分を通り越して、私がカメラの電源を入れ忘れてたら、もっと早い段階で、あのたまにあるあの実はソニーが来るんですよ。そうですね、うん、ソニーがね今日は来なくて、こんな時間経ってからなんか来たじゃないですか、うん、なんだったんだろうね不思議ですね。もうすでに怖いです。あ怖いです。私もちょっと今心臓バクバクしてますもん。まあそこは切り替えて、そうですね、冷たい感じなのかな、これは切り替えていきましょう。うん、まあそれはあんまりでも本の中身を話すのもあれですよね。そうです、まあ一応呪いの面の話もありつつ、呪いの面っていうのはどういったものかとかね、先週金曜日で、今日はまあ木曜なんで先週聞けなかった人もいるかもしれないし、例えばなんですけど、ざっくり言いますね。ざっくりとこの面の、うん、紙面に出そうとしてきた雑誌の方ですね。それを取材された方ですか。取材された方なんですけど、はい、その実の弟の仕事の仲間が急死した。もうやめようだって取材した人の仲間が急に、うん、あの取材した人の弟の仲間がいきなり死んだらしい。で、まあ他の雑誌とかでもいろいろ取り上げようとしたら、うん、親族の方が意識不明だったりだとか、ちょっと呼んでから来たんですけど、今日見るしいいかなみたいな。で16分で止まるし、前も近くに置いてたら止まるし。そんな本出版していいんですか。いや宣伝なのにつなげてないか大丈夫なの。相性があるかもしれない。相性いい人は何ともないけど、悪い人はもしかしたら。そうですね、なんかね、こういう霊感とかそういうの感じやすい人には、うん、あのなんかしてやろうとかそういうのでなんか起こる可能性はありますね。あ、ヒューさんこんばんはっていうふうにいらっしゃった方がいますね。こんばんは、こんばんは、自分じゃなくて、うん、ちょっと待って今放送してるパソコンでおーね、自分じゃなくて身内に降りかかるのは嫌だな。あ、それがね、結構呪いの面はあるんで、例えばその、うん、まあ、本当に一部番組にやっちゃうんですけど、はい、うちの事務所のですね、あの男性の映像編集とか担当されてる、まあ名字 H 君にしましょう。 H さんがですね、はい、遊びでその面をつけて踊ったりしてたんですよはあ、おじさんがよくつけたな、そんな。でしょ、私はそういうのあんま感じない方だけど、あんまそれ触りたくもないかぶるなんてそう、こう完全にね、俺は人間をやめるぞっていう時ぐらいしかかぶらないと思うんですけど、あ、マスターちょっと小さめですが大きくしますね。うん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 、かぶ、はい、るな。どうですかね、聞こえるようになりましたかね、うんうん。そういうのはあの聞こえづらいとかいろいろありましたらどんどん言ってくださいね。はい、うん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 、結構跳ね返りが大きくなっちゃったな、でかくしすぎたかな、はい、これぐらいで喋ったらいいかな、うん、結構あのお部屋の中でも私たちの声が大きく出ちゃうんで、それがカンカン跳ね返って聞きづらかったらまた言ってください、うんうんうん、ヒューさん霊感あるの、それもあるんですよね。多分ね、あの私見えたりはしないんですけど、うん、寄せやすいんですよ。口寄せ体質やと思いますね。なんかまあ霊感といってもいろいろあるわけですか。そうみたいな。こういう風に感がするといいとか、こっち方面でとか。
そうなんですよ、見えるだけの人もいてるんでね、逆に何も触りはないんですけど見えるっていう人もいてるんで、さっきの被った人の話かな、結構チャレンジャーですね、あ、被るな危険、そうなんですよ。おじいちゃん亡くなったんですよ、しばらくして。その方の、そうなんです。で、その人ちょっとね、まあ、私が言うのもなんですけど、ちょっと感性がずれてて、いやもう年なんでって言って、その一言で終わらせたんですよ。まあ、それ被るぐらいの感性ですからね。そうなんですよ。すげえなと思って。本人には影響ないのが不思議ですなっていう。やっぱそういうものなんですか。いやでもね、何十年も連載続けてた作品、うん、作品っていうか、まあ、雑誌、うん、いきなり、ね、その人打ち切りになったりした人もいてるんで、それきっかけでじゃないかっていう。そう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 、本当に何十年もね。なんでだよ。もうやめよう、呪い、呪いの目の話するの。なんでカメラそうなるんだよ。もうやめよう、もうごめんなさい。面白くなってきたって。面白くないよ。お、またカメラが。またね、社名が出て。なんでしょうこれ。着払いで山口先生のとこ送り返してもいいですかねこれ。怖い。そうしちゃいましょう。はい、いいのかな。今日もね、これの話をしますって事務所の人には言ったんですけど、ええ、まさかここまでこんななんかソニー出てくると。アーカイブのタグに放送事故とか入れといた方が良くないですかこれ。いいのかな。あ、例がよると電子機器に影響出るらしい。あ、そういうのあるんだ。着払いはやめてください。事務所の、ね、事務所の方かなこれ。見てるのかな。あ、じゃあ今度持っていきます。怖い。なんでだろう、こんなたびたびカメラがスリープモードになるって。あ、山口先生、これネタにしてください。いやー、今までこんなになったことないんですけどね。 ないです、ないです。で、一回なって直して。そうなんですよ、またなるって。で、しかも、だいたい呪いの面の話をしてるときなんで、うん、ちょっとこっから離れろってことで。離れた方がいいのかな。ごめんなさい、先生、ごめんなさい。いい感じになってきた。いい感じ。まあ見てる方が楽しいのかな。うん、社名を見てこんなに怖い思いするとは思わなかった。社名？ソニー出ちゃうじゃないですか。ああ、ソニーが怖い。要は、まあ、カメラがトラブったらソニー出ちゃうんですよ。あ、そうですよね。デカデカと画面いっぱいにロゴが。うわー、そっちに行きませんかねー。電波に乗っていきませんかねー。でもこれ。うん。ちょっとそんな本だったら欲しいっていう人もいるんじゃないですか。いると思いますね、ネタ的に、うん、絶対そんなんいいじゃないですか。これね、面白がれる人ぜひ。で、なんかあったらそう、こういうことがあってさっていうエピソードがいっぱい売れる、うん、生まれるかもしれない。そうですね、これをカバンの中に入れといたら、うん、毎回人身事故で遅れるとか、うん、あったらいいかもしれないですね。多分本物の面の呪いから比べるとかなり軽いやつが来てます。そうですね、カメラがスリープになるとか、パソコンが落ちそうになるとか。パソコンがね、やったら落ちるんですよ。あの、ここに置き出してからなんですけど、多分前の番組の時はそんなこと何も言ってなかったんで、うん、あといったところで A パートそろそろおしまいです、はい、そうですね、私ちょっと疲労困憊してますけど大丈夫ですか。まあ、切り替えて B パートね。はい、そう、ユーマの話もしますか、うん、妖怪とか、うんうんうん、先週あんまできなかったんで、通訳でなんでタイトルなのか教えてくださいね。あ、さっきの本ですか。うん、あ、まあ、それは OK です。 OK、はい、です。お疲れ様でした。お疲れ様です、はい。この後ですね、B パートの次の枠を取りに行きます。はい、何せ一般会員、一般のプレミアム会員ですから。はい、30分でお別れで、まあ、その間あのユーストリームの方は流れっぱなしますので、はい、よかったら見てください。では B パートでお会いしましょう。待っててください。はい、わー、びっくりする。なに、なになになになんでしょうね。
そんな うなるように、うなりますねこれは。いや本の内容とかもめっちゃね、事務所の内容とか書いてて面白かったんですけど、私がまだ事務所に入る前のこととか書いてて、うん、怖いよここまで、あ、ちょっと、うん、カメラの状態かな。そうですね、カメラの確認をお願いします。なんでなんでしょう、ちょっと太郎さん次前向いてた方がいいかな。おお、よかった。でもこうなると頻繁な映画起こるぞ。え？電池がないとかですか？あ、ツイッターに連絡消してます。なんだこれ。検査所。ちょっとこっちがもうシステムトラブルですか？大丈夫ですか？はいはい、ちょっともう一旦当時ちょっとね、バッと時間かかっちゃう。ちなみに、はい、カメラがああなっちゃう原因は、はい、まあ、常に録画状態で撮ってるんですよ。録画、カメラ録画状態にしないとスリープになるんで、なんですが、その録画できるハードディスクがいっぱいでもう撮れないんです。だから頻繁に、だから録画してないので、こういうことになってしまうと。なるほど、はい、ああ、よかった、それはよかったけど、パソコンがなんで落ちたりとか、今ニコニコに入れないのかな今ちょっとね、なぜかニコニコから落とされたのは何ですか、放送的にドワンゴさんが呪いかかったとかじゃないですよねもう嫌な。だから、まあでも、そういう風になっちゃうたびに、カメラ点灯し直しになるのかな。もう一度始めからこのままニコニコに入れない可能性もそんなはずは。なんやこんなことしてた、ニコニコしか見てない人はもうまだかまだかって思ってましませんけども。あ、よかった、行きます、行きました、はいはい、んではニコニコ生放送を開始したいと思います。はい、ニコニコの放送開始しまーす。はい、始まりました、始まりました、始まりました、 B パートよかったらニュースとご覧の方もニコ生の方に来てコメントをどんどん打ち込んでください。はい、お願いします。ですね、そうなんです。まあ、呪いがなんだじゃなかったっていうのが良かったですね。そうですね、はい、ワクオツありがとうございます、ありがとうございます。はい、ビーパートワクオツです、ありがとうございます。まあ、ニュースの方で言ってたんですけども、この放送しているカメラ常に録画状態にしてまして、はい、まあ先ほどの、ね、パートでも言ってましたけど、まあ、スリープモードになってしまうといろいろとこう放送を映したくないものが出ちゃう、うん、デモ画面みたいになっちゃうんで、うんうん、でその常にもう全部の番組、この無意味診療所以外のリアーズならチャンネルの番組はもう録画状態でやってるんですよ。そうなんです。でそれが、ここへ来てですね、ハードディスクいっぱいにあったと、はい、いうことなので、うん、うん、それで、もう録画ができないんですこのカメラ今。そうなんですよ、なのでちょいちょいスリープモードになってしまうと。なるほど、呪いだとかそういうのではなかったです。そうですね、そう、録画状態でスリープモードになるってですね、うん、すごいおかしかったんですけどそれで焦ったんですよ、なんでなんでって録画がもうできないカメラになってましたと。ああ、よかったでも、なんでニコニコに入られへんかったんやろ。 その後ね、あ、なんだと思ったら、なぜかニコニコに二度落とされるという。そう、二度二度頭のページ戻されるってパソコンも勝手に落ちかける、まあ、これは多分私が Mac に慣れてないからだと思うんですけどね。あ、まあ、ここまでね、9回放送してきて、こんなのは初めてだそう、こんななんか初めてのことがいっぱいあって、
ハードディスクパンパンなのか、なるほど、ちそう、ちじゃない、そう、もうやめて、やめて、本当に事務所に着払いで送らなあかんようになるから、うん、今回の録画見れないんですかね。いえ、見れます、うん、これはあのまた別にユーストリームの方で録画してますんで。そうなんです。なのでカメラは本当にその撮影用に使ってて、スリープモードにしないように録画状態にしてるだけなんで。そうなんです。このカメラで撮ったものって利用したのっていつかのね、映画祭のあれぐらいですよね。うんこ映画祭の時だけですね。ね、そうです、そうです。で、まあこの話もうちょっとだけね、大丈夫だと思って、ね、タイトルを知りたいという人もいましたからね。恐怖呪いの面っていう、実は都市伝説っていうやつですね、うん、で6月1日に発売されたはずなので。お、まだ。そうなんです。ぐらいです。で、TO 文庫、TOTO じゃないです、 TO ブックスから発売した。 TO ブックスさんから、はい、はい、出版社様よろしくって出た瞬間にありがとうございます。そうなんです。で、あの山口敏太郎呪いの面で調べたら多分本は出てくると思うので、うんうん、で、その、まあ、私が入る前のですね、そうですね、入る前の事務所の様子が主に書かれているので、あ、ひゆちゃんこんなとこに入ってんねや、面白そうやなっていうのも見れると思います、うんうん、まあよかったらね、よかったら入ってみてください。はい、お願いします、ね、そしてあの Amazon レビューにこんなことが起こったっていうのをこうどんどん書いて。そうですね、生放送中にスリープモードになるわ、ね、Mac が落ちかけるわ、ね、さっきもニコニコに弾かれるわマックに慣れてないだけだといいのですが、点々点。もうやめて。何を知ってるんですか。あとネットにいたずらするぐらいなら可愛らしいお化けかも。もうお化けのせいなんだ。うんうん。山口敏太郎先生の作品ですね。オッケーです。そうです。山口さんの新作でーす。移りに行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あのこのページで閉じないでくださいよ。これはあの見ながらもしくは聞きながらで。お。霊感のない僕に何かが起こったら霊感デビューって書いてますけど、気づいた時に、あ、こいつ理解者やっていう風になったら、うん、思いっきり好かれたりとかするんで。そうなんですよ。もうデビューしたらその後は大変かもしれないって。そうですよ。うん、私気づいてなかったですもん、うん、デビューしたことに、うん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 、でもなんか不思議なことが起こるっていう感じですか、うん、そうですね、不思議なことはいっぱい起こるんで、うーん、やなぁ、ひえーひえー目の端にチラチラ映るとかはどうなんでしょう。ん、目の端にチラチラ映る、なんだろう、視界の端っこの方に何かいる気がするってやつですか。もしなんか虫みたいなわらわらって言ってるんやったら、それは普通にあの眼科に行ってください。そういう病気があります。飛蚊現象でしたっけ。なんかね、なんか蚊が飛んでるように見えるやつ、あれ意外に危ないんですってね。そうなんですよ、目の中の血管がなんかトラブル起こしてるみたいで、うんうんうん、そうなんです。なんやろ、目の端なんかチラチラ映るっていうのは、その人的なものですか、それともなんか魂的なものですか、何なんですかね。ね、うんうんうん、でも本当に自分、人間の目って見えてるそのものを脳に送ってるんじゃなくて、ある程度なんか想像で補填してる部分もあるらしくて。そうなんです。目の端とかってね、結構なんか勝手に自分で作ってるものもあるらしいですよ。うん、まあね、うん、こう入ってきて、うん、レンズを使ってこう立体的に見せたりしてるんで。目の悪い人って結構ね、メガネとか外しててもプールなんか潜るとすごいラインとか向こうの方に見えたりするんですよ。ありますね。あれって中に入るとよく見てんじゃなくて、いわゆる取り入れなきゃならない情報量が減ってるんです。おー、うんうん、横は果てしなく青いとか、うんうんうん、それぐらいで、それでよく見えてるような気がするわけで。ためになったねそうです、視界の端っこに人影みたいなのが見えたりすることが、うん、私の説はそういうなんか全部を認識してるんじゃなくて、ある程度想像とか適当に脳が補填している部分があるっていう説ですけど、うんうんうん、まあ、そうじゃないのかもしれませんし。そうですね、うん、やっぱりその見てる時の気分とかにもよるんじゃないですか、うん、弱ってるとね、やっぱり、あ、この人今取り付いてもいけるかなって思ったりするんで。まあ
どこまでも話はややこしくしようと思えばできますからね。そうなんですよ得意分野です、アドバイスありです。気をつけます霊感デビュー。そうなんですよ、あんまり面白かったらダメなんで。だって面白かった人がさっきの話でね。そうなんですよ、周りの人が亡くなったりとか、あとはこれは親戚の遠い親戚の話なんですけど、すごい霊感が強い子がいてるんですよ。ほう、周りにそういう人多いんですね。そうなんですよね。でめっちゃ見えるんですけど、それ面白がってね、心霊スポットとか行っちゃう子なんですよ。あらら、とうとうねそこのおばさん気が触れてしまいまして。とうとう、え、気が触れてしまいました。おっと。そうなんですよ。びっくりのびっくりのソニーが出たよ。大丈夫、これはもうパソコンが、すみません、カメラがいっぱいいっぱいになってるやつです。そうです。そうなんですよ。そう、気が触れてしまいはったんですよ、本当に。会話が通じなかったりとか、あとはそこの親戚の家ですよね。の、お母さんにあたる人の家に不法侵入してて、包丁かけてたんですよ。かけてた。ってことは包丁持ってなんかしてたんですよね。なんか硬いものを切ったかなんか、ぶつけたかなんか。まな板にいっぱい変な跡あったんで、ああ行ってしまいはったと思って。ねえ。もっとね話の味付けがうまかったらね、稲川淳二さんみたいにね、いやね怖いな怖いなと思ってとかできたんですけど。こういう明るいところでね。ねえ、うん、外暗いんでね、ちょっと怖いんですけど。確かに。嫌な表情しはる。してましたか、嫌な表情。いやー、本当にね、そーっとね、扉を開けてね、そのおばあさんがね、その奥さんの様子を見ているとね、だんだんとね、その顔がね、人でないような顔をね、で、なんでそこまで言わすんですか。怖いなーと思ってその場からね離れようとしたら、どこにも行かないでって言うんですよって。今捜索です、捜索です。あら、まあまたパンパンやわ、なんなの、それにしてもタイミングが良すぎるソニー、そうソニータイミング良すぎるぞ、ね。これくらいの塩梅がちょうどいいです、怖い話、ね、こういう明るいところでこう面白くやるのが。そうですね、ろうそく一本のねところでね、ふわーっというのをねやめた方がいいですね。百物語みたいな感じ。やめねー、もう桂ちゃ、大阪で怪談イベントしてた人誰でしたっけ。ん、一心寺シアターとかで、はは、桂ジャクさんでしたっけ。んなんかね、その方がね、ちょっと奇妙な死を遂げてるらしくて、百物語とかずっとやってはったらしいんですけど、まあ、海音とか聞けたらもっと面白いのに、海音か。まあでもなんか、ねえ、静かなんで。扉はガチャガチャたまに開くんですけどね、いろんな人出入りしたりとかして。ここでね、ラップ現象とか言ってね、東京生まれヒップホップ育ちとか言ってなったらいいんですけど、そっちのラップで。怪談師の方ですかって。怪談師の方、私怪談、その方は落語家さんですよね。そうですね、落語、桂さんも落語家さんですね。怖いです。やっぱり落語と怪談師ってちょっと似てる部分があって、うん、例えばそーっと開けてみるとか、あとは遠くの方を見るっていう作業をする、あの仕草をするときにやっぱりそういうのとか使ったりするんで、なんか物を食べてるとっていうことをしたりとか、あとは足音立てるときにこういうね、なんかありますね、机のね音を叩いて、カチカチカチカンカン、そうこういう奇妙な音が鳴りますみたいなんで、机バーッと叩いたりとかもするんで、びっくりした。結構マイクのね根元でやったんでね、ガガガってすごい大きい音が入ってましたね。ですよね。失礼しました。失礼しました。ちょっと階段的なことをしたかったんで。快音が聞けたかと思いますけどね、快音が怖かったって聞けますね。確かに言われてみたら技術的に似通ったものがあるんですね。そうなんですよ、なんで落語上手いし、本当に上手い人に怪談語らせたらめっちゃ怖いと思いますよ。そりゃそうでしょうね、だって自分一人でそのいろんな人を演じてね。そうです、そうです、だから
山口さんとかも階段たまにしはるんですけど、喋ってるの見てると、あの大学の落研ってあるじゃないですか、落語研究みたいな、はいはいはい、ああいう人らのほんま比べ物にならないぐらいうまい、やっぱりお上手なんで、うん、あの人らも毎日練習されたりとかされてると思うんですけど、うんうん、やっぱり話し方ってすごいあるんやなと思いましたね、うん、あの変な、あのこれ言ったらちょっとあれかなと思うんですけど落語家さんの弟子さんであまり上手くない人いてはるじゃないですか、そういう人に比べたらものすごい、やっぱり落語家さんいっぱいいますからね、うん、そうなんですよ、師匠の名前だけの人とかもやっぱいてはるみたいなのでそんな人とはもう全然暗いものにならないぐらい、そうですね、やっぱ怖いです。時々あの、YouTube か、うん、見ますけどね、この前はなグローブスターの話は見ましたけどね、あー匂い嗅いでたやつですか、そんなのが浮いてくるんだって見つかったりするんだ、怖い怖い、すごい気になるんですよ、クジラなのか何なのか事務所に瓶詰め置いてあったんですけどね、だから手に取ってそっと元に戻しておきました、こうやって、あ本当にあれね、 DNA 鑑定してほしいですなあ何のお話ですか、あ、グローブスターの話、そう、グローブスターっていうなんだっけ、黒い肉塊って、グロいグロテスクな肉塊って意味だっけ、うん、なんかそんなんですよ、ね、そうなんかわかんない、ただ生物でもないんですよ、一応は漂着物、そうなんです、だからユーマ扱いですよね、皆さんの大好きな、あこれが生きてた頃が何なのかわかんないっていう、そうですそうです、うんうんまあ、そっちの方に曲げていってもいいんですけども、フログスターか、そうですそうです、いやでもなんか今日は怖がらせるのには絶好の、うん、うん、ですね、自分でも調べています、うん、答えがないと思う、なんかね、あの肉片っていうか脂肪の塊みたいなのが流れ着くことがあるらしくて、うちの事務所の真田愛香ちゃんっていう子が、はい、と社長が一緒にね、トースポとかに乗ってたんですけど、私もそれをおーと思いながら女子ですけど、トースポのそういう怪しいユーマのとことかわーって見てやってます、気がつきましたが、バックに流れてる曲はヒューさんの曲なんですね、そうなんですよ、おお、やっと気がついてくれた、第1回から流れてますよ、そうなんですよ第1回からずっとそうなんですけど、うん、音ないとね、さすがに怖いじゃないですか、いや普段そんな怖い話してませんよですよね、今日ぐらいじゃないですか、なんかこんな怖い雰囲気になってんの、そうですね、お今完全に私あれです、あのパラボラアンテナみたいにいっぱい寄せてる感じなんで、ちょっと怖い話ちょっとやめときましょう、あもう宇宙からも宇宙からもまあ、そういう意味じゃないか、パラボラアンテナって、うん、なんかね、ここのディアーズ奈良チャンネルをやってる、配信してる場所ですよね、うん、そこの上にですね、チルアウトっていうバーがあるんですけど、そこのお客さんに、うん、まあ、霊感強い方がいらっしゃって、私がそばに寄っただけで鳥肌立ったって言われたんですよ2、3人ついてるって言われて、うぞーんってなって、もう常に一緒に行動してるんですか、そう、一緒に行動してる、その人が言うにはね、そう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 、ものすごい寄せやすいって、普通の寄せ方じゃなくて極端に寄せやすいって言って、だから今喋ってるけどちょっと鳥肌立つもんねって言って、横の人がほんまや鳥肌立ってるみたいな普通の会話をしててちょっと待って、私今一緒に帰らなあかんねんね、この人らとって思ってでもちょうどいいタイミングでクローンごっこ、うんうん、なんだ、あクローンごっこですね、先ほどの曲が、あ曲のタイトルですか、うん、お iTunes でも買えるのですね、そうですそうです、あ曲ね、うん、iTunes でも買えますし Amazon でも買えたりするのかな、うん、先週だから Amazon の、 そのダウンロード配信ランキング150何位とかに入っててよっしゃーってなったんですけど、150何位、アマゾンのダウンロードで、うん、そう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 、初めてなったんでびっくりしました、へうん、わお、ありがとうございます、あ、買わせていただきました、ありがとうございます、わお、でもヒューさん自身は強いんじゃないですか、だってそれほど、なんだろう、悪影響があるように見えない、思えないか、うーん、なんでしょうね、その寄ってくるタイプって
変に慈悲深く、慈悲深いっていうのかな、人に対してなんか救ってあげたいなとか、おせっかい焼きの人が多いんですよあ、自分もなんか優しくしてもらえるかなって来ちゃうとかさ、そう、気づいてもらえるかなっていう人から、もうずっとあの世に行けないんです、助けてくださいっていう人からもう一緒にいてくださいっていう人からいっぱいいてるんで、野中ヒューと3人の背後霊なんですかそのラノベみたいなタイトル出しましょうか、野中ヒューと3人の背後霊、作者山口敏太郎にしときます、中澤武史にしますか中澤武史の方がいいかな、最終的に多分私中澤さんに殺されると思うんですけど、あの星食いの人ね、またソニーもう怖い怖い怖い怖くない怖くないです、あのいっぱいいっぱいなんでスリープになりますっていう感じで、多分初めの方の番組とかね、どんどん消してていいと思うんですけどねカメラも、うん、ソニーさん仕事しはるわ、殺されるわって話してる時にソニーで消されるっていうね画面をそうなんですよ、中澤さんは怖くはないんですけど、うん、彼は結構その殺される女の子萌えなんで、はあ、殺される女の子萌え、そうなんですよ、好きなキャラクターだったりとかアイドルとかがホラーで絶叫したりとか死体役演じたりするのが、あ、萌えってなる人なんで、へー、多分そういう3人の背後霊ってなってたら、多分私背後霊に取り殺されるっていう状態に最終的に陥らせさせられてしまうんじゃないかそう、萌えな死に方をする、ね、あ、でも違うんだ、そうかもしれない、例えばここら辺ダサーガサーみたいな、全然萌えじゃないですね死に方がガサーってバサーみたいなソニーさん仕事しはるわまたうんうん、うん中澤さんは怖くないですよっていう、うん、いやでも、野中さん主人公の中澤さん作品読みたいです、おお中澤さん、まあ、このねニコ動で何人の方が知ってるかはあれなんですけど、付き合いは結構古くてもう6年7年ぐらいですね、だから事務所まさか一緒の事務所になると思ってなくて、うん、東京の高円寺のなんかすごい変なイベントでお互い出演者っていうすごい変なイベントってなんだろうと思いますけどねあーまあ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 、あの60何歳のラッパーがいたりとかそれは変なイベントですねですよね、うん、日本人で60何歳ラッパー、そうなんですよ、はあ、明らかね演歌の歌い方をしてるのこういう感じでラップかどうかがわからない、でも根本圭絶賛とか書いてますからねほう、ラノベ的なタイトルからは全然想像できない内容じゃないですか、うん、まあいろいろなんかねラブコメ的なのがあって最後バサーそうですねラブコメ的なね、3人の背後霊と何かあって僕の彼女には背後霊が3人いるみたいなねっていうことは私誰かと付き合うんですか、まあラノベってそういう、あ、そうか、っていうかもう3人のハイコレーととかなと何かある人を好きになったとかやったらありそうですけどね、なんか電波女的な感じでうあの子は宇宙と交信してるやったですけど、うん、私はなんか霊界と交信してるじゃないですけど、あ、全然萌え要素が見つからないだから無理やりでもね萌え要素を入れてね、あと表紙はなんか可愛い感じの、そうですね、書いていただいて、そうですね、加護さんに頼もう、加護さん、加護慎太郎さんに頼もうかな聞いたことがあります、うんこ同人誌の何度もお話を聞いて、うん、そうですね、うんうんうん、それはもう可愛いのよりもバサーの時用じゃないですか、いや可愛い絵も描けはるんですよ女の子の、そうなんです、なんかいろいろ来てる、だいぶ予想と斜め上のイベントですね、うんうんうん、見てみたいです、アングラー的に変ってことですね、うんうんうん、私の彼は背後霊パイロットとかではなくて、うん、背後霊っていう曲を出しますか、うん、背後霊だとまだ可愛いですね自爆霊とかじゃないことを願ってます、加護先生のハーレムエンドを連想させます、そうですね、ハーレムエンドは結構絵柄可愛いんですけどね、うん、作画崩壊っていうのをサブタイトルにしてはるぐらいなので、
ほう、結構ね、ある意味パロディです。パロディ、うん、大好きです、楽しみだし、萌えな画風だけど、てんてんてん、そうなんです。さて、どこに需要があるかが問題ですね。そうですね、うちのコミュニティ49人には、漏れなく無理やり着払いで、着払いで送料も後払いで、送らさせてもらいますもんね。はい、アホや。もうビーパーター何の投稿してるかよくわかんない感じの、うんうんうん、喜んでて喜んで、おお、ほんまですか。いや、でももしそれが実現したらね、うん、結構なもんだと思いますよ。そうですね、大変なもんだと思いますよね。うん、あの、多分こういうこういう感じで、あのウルトラゾーンで脚本書いた中澤武史と、奇才奇想漫画家鹿児島太郎と、ケガドルの中ヒューがタッグを組むとこうなったみたいな、なんか書かれるんですよ。帯が、帯がね、こう大体帯、大体山口敏太郎って出てきそうな気がするんですけど、適当になんかもう今このラノベがすごいとか貼っとけばいい。そうです、そうです。あれってありなのかな、あの言葉自体は別にいいじゃないですか、誰が使っても。今この漫画がすごいとか、ああ、いわゆるそういうなんか選手権的なので、勝ってないけどすごいと思ったから、うん、帯つけたってありなのかな。ね、いいんじゃないですか。今普通に思っちゃったけど、うん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 、野中さんに送ってもらえるなら嬉しいっすよ。おお、じゃあ送るぞ、ね、迷惑なものを。もう 一つ一つね、自分でこう梱包して梱包していく、その写真付きで。でもね、私あの限定50枚でしか CD 出してないんですけど、今までのやつ全部、はい、それ自分で全部手切りして、こうして、で渡すときに全部サイン自分で書いて、はいって渡してるんで、ある意味同じですけどね。なるほど。うん、でもそれがお家に届くっていうのはね。そうですね。うん、黄金の3人タッグ、ほんまにね、うん、黄金ですよね。うん、いろんな意味ですごいラノベでしょうね。ちょっと読んでみたい。まだやるって話でもなんでもない、ただの想像の話なのに。ね、どこの出版社が手を出してくれるかですよね。コアマガティンとかそこらへんかな。宅急便で霊が届くって。なんか死体を運ぶっていうなんか漫画なかったですっけ。死体を運ぶ、クロサギ死体、何やったっけ、宅配なんたらみたいなのあった気がするんですけど、うん、うん、なんか途中で疲れて私は読むのをやめてしまう。疲れる作品だと思います。いや、私が多分相性が良くなかっただけです。相性いい漫画、悪い漫画があるんで。ありました、角川書店でしたっけ。そう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 、角川のやつですね、大塚 A、原作ありますね。買わせていただいた CD、宝物のように大切にしてます。おー、ありがとうございます。そんな、もうね、なんかね、もっと落書きしとけばよかった。そか、全部そうやって手売りで。そうですね、手売りですね。 iTunes とかで買えない人買う、あのじゃなくて、ちょっと値段がね、やっぱり iTunes だったら2曲です300円とかってするんですけど、やっぱり直接渡す分はちょっとね、500円っていう、通常皆さん500円で手売りの CD って販売してるんで、それに揃えるために500円にはしてるんですけど、そのまあ付加価値じゃないですけどね、せっかくなんで手書きで書いたりとかイラスト書いたりとかしてます。確かに直筆サインは嬉しかったです。ありがとうございます。まあ、Amazon で買った人も多かったって話ありましたけど、あれは結構 Amazon さんにも行っちゃうんですよね、うん、お金の何パーカーは。そうですね。でもこっち側で CD 買っていただいても、作曲者の方にも何本か行くんで、 100% 私っていうわけではないです、うん、みんなでね、やっぱり共同でしていってるものなので、うんうんうん。時々ね、カメラをね、かまってあげないとまたソニーで出しちゃうんで、うんうんうん、そうですね。ピピッと。そう、今回ね、東京ですごい嬉しいことがあって、はい、私サインを書かせていただいたときとか CD とかね、なんか物販のものに書かせていただくことが多いんですけど、はい、マック持ってきて書いてくださいって言われたときに、書いていいんですかってなったんですよ。マック、パソコンのマックです。
もうなんか申し訳ない気持ちで精一杯書きました。そのマックはどこに書いたんですか？マックの、あの、マックブック？マックブック、あ、開けたところの、あの、指でこうする横ですね。あ、さすがにね、外側やったら人から見えるし、擦れるしで、モニターに書いても困りますか、ね、おお。あ、サインいただいたものです。ありがとうございます。すごい、今その話をしてて、 その方がコメントをくれるという。そうなんです、嬉しかったですね、ああいう、うん、なんか服とかも嬉しいですね、書いてくださいとか。他にもね、メッセージまで書いてもらって嬉しかったです、うん、ありがとうございます。直筆サインなら500円以上の価値があります。いやいやいや、言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎです。はい、そんなこんなで。そうなんですよ、1時間がお時間です。時間です。ちゃんと CM できたんでよかったです。はい、はい、で、あさっての大阪のやつもね。そうですね、大阪のやつもまたツイッターとかミクシー、ツイッター、アメブロ、ジュゲムでいろいろ、フェイスブックもかな、告知させてもらうんで、フェイスブックとか気軽に申請してください、お願いします。行きたかったんだけど関西にいないんですよ、あさってから。同人誌とか、ね、映画とか見たかったのに、映画のなんかあのキャストに入れてくれるんですよね、うん、私の名前。そうです、そうです、ね、またあのスペシャルサンクスで流せたら、はい、ここでちょっとだけ流そうかなと思ってるんですけど、ほぼねアーカイブなんですよ。なんでエンドロールのテロップだけ流してもいいかもしれない。ああ、いや、そのね、まあそのイベントではそういう風になれちゃう。はい、ね、はい、なんかいっぱいまだ喋りたいこといっぱいあるわ、うん、また来週に。そうですね、と思います。はい、ではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら、バイバイ。走ります。リハーズノアチャンネル。